都知事選の投開票日、7日以降、メディア取材への受け答えで猛批判を受けているのが、前秋田方市長の石丸真嗣氏、41、だ。完全無所属で、約166万票の2位と大検討したにも、かかわらず、X、Q、ツイッターには、石丸真嗣の化けの皮とともに、うさんくさい人物だとは思っていたが、やはりそうか。 パワハラ気質などとネガティブな書き込みが殺到、マイナスイメージが広がっている。元宮崎県知事で、タレントの東国原秀吉、66、は、8日の、午後スマ、ま、ゴーゴー、スマイル、TBS 系で、石丸氏のが哀悼演説について、お世辞にも上手とは言えません。この人になぜそんな熱狂が集まるのか理解できないと語ったが、東国原氏は6月29日に、 自身の YouTube で石丸氏をゲストに迎え大絶賛している世間の反応を見たあからさまな手のひら返しをしたが紀藤正樹弁護士ウーマンラッシュアワーの村本大輔、タレントの水道橋博士など次々と著名人が批判に回っているだが石丸氏が秋田方市長時代から YouTube を見ている人にとってはあの受け答えは通常運転だ 市議に対しての高圧的な物言い、中国新聞をはじめとする記者らには、不明瞭な質問をしようものなら何度も問いただし、ご帰宅を願うことも珍しくなかった。それでも、石丸氏の支持者は、多少強引なのは承知の上で、アップデートできていない、メディアと政治を叩き直す姿勢に共感しているようだ。 水道橋博士は8日の X で今まで一度も見たことがなかったので都知事選で2位になった石丸氏の YouTube 関連を次々と見たが一言感想を言えばかつての橋本徹氏が中学生の委員長になって現在に飛来した漢字とポストつまりこんな人だと思わなかったと思う人たちの多くは選挙後に石丸氏のキャラを知り中継や切り抜き動画を見て 不快感を抱いたのだろう批判されている石丸氏を見て市長時代から広島県秋田方市公式チャンネルをウォッチしてきた有権者はどう見ているのだろうかバッシングをしているのは既存メディアと政党政治を持ち込む候補者に投票した人ですよねまさに石丸さんとその支持者にとっては倒すべき存在ですこれくらい強烈な人じゃないと もう日本は変えられないと思うから石丸さんを支持しているんですいわゆる政治家のようなメディア対応をしだしたら従来の支持者は離れていくんじゃないですかね40代会社員の男性もともと秋田方氏の YouTube は石丸さんの同世代の女性の同僚から勧められました上からなのは市議やマスコミの一部の記者にだけ 都知事選の応援演説にも足を運びましたが、有権者には腰が低いし、ヤジを飛ばす人にもです。芸能人とのコラボ動画では低姿勢に話していますよね。支持者への配信もフランクなイメージがあります。50代、会社員女性。マスコミを敵視しているわけではないと思います。地元指揮者と会見後に談笑する姿も動画に残っていますし、都知事選でも TBS 系のサンジャポー名雑誌で最初から取材に来てくれたと話しています公式石丸新二の丸チャンネルのミートアップファンとのライブ配信でも選挙期間中に密着に来た新聞記者や NHK フジテレビのクルーを石丸さんは取材を嬉しそうに報告していましたむしろ選挙中に取材にも来なかった記者がまとえない質問を して、石丸さんが迎合して、ニコニコ答えてたら、僕らは引きますし、石丸さんの言動は良くも悪くも一貫している、印象。30代の会社員男性。同じ兄弟卒で、都知事選候補者だった、河合雄介氏が、自身の X で、石丸真嗣候補への河合からの評価、と題して、織田信長や徳川家康が、本当に優しい善人の性格で天下が取れましたか。それくらい狡猾で、 戦略的でないといけないのです。結論まとめると、ここで言いたいことは、応援する人は、そういったことも、すべて込みで応援すべきである、ということです。と分析しているが、支持者は、マイナス部分も織り込み済みで応援しているのだろう。今回の都知事選は、石丸氏への10から30代の支持が1位の小池百合子、都知事を超えていた。 上記の支持者とは、理由は、異なれど、政党の後ろ盾がない候補者に期待を込めたものと、見られている。しかし問題は、バッシングが、石丸氏本人だけでなく、投票した若者が、悪いことをしたのかと、萎縮してしまいかねない物言いの、コメンテーターや、指揮者も、多いことだ。お笑いジャーナリストの高松奈氏は8日、自身 X で、私は、 石丸さんを支持していませんが、選挙に行った若者は誰に入れたとしても、偉いと思います。政治参加したことを褒めてほしいです。有権者も、投票していく中で成長すればいいだけだと思いますと、ポスト。SNS では、若者が選挙に行かないことをあれだけ批判しておいて、石丸議員、原文ママが台頭してきた瞬間。 若者の感性は、おかしいとか、こんな人に投票するなんてとかいうの気持ちは悪すぎる。今、熱量全開で石丸叩きをしている人を見ると、個人的には、全員、老害に見える。政治的脅威になりうるからなのか、インタビューの受け答えが気に食わないからなのか、若者が、政治に興味を持って押し上げた途端に、全力批判。そりゃもう、老害でしょ。どのインフルエンサーが、全力批判しているか、 皆さんは覚えておこう。などの意見が出ている。石丸新治氏に対する評価は様々だ。著名人からの反応はいまいちだが、タレントのラサール石井氏は、若者の姿を公表している。関連記事、ラサール石井、と知事選2位の石丸新治氏に熱狂する、若者たちの姿。学ばないなあ、我々は、は必読だ。 以下は視聴者からのコメントで今回は知名度を上げるための演説に徹したようなことを言っていた確かにこの選挙を勝つぞという演説ではなかった彼の目的は理解しきれないところもあるが政治に関心を向けるには普通のやり取りをしていても仕方がない良くも悪くも認知度は上がってきたので今後の動きに注目ではあります 東国原さんはテレビ側の人ですからね。まあ、手のひら返しせざるを得ない、いろいろがあったんだろうなと思います。東国原さんも本音は石丸信二さんを応援したいのではと思っています。当の石丸信二さんは賢いので、手のひら返ししやがあって、とは絶対に思ってないでしょう。私はずっと変わらずに応援すると決めてますので、この逆風も、 ファンで団結して頑張って乗り切りたいですね。東国原氏はもともと大卒だったけど、40歳ぐらいの時に、早稲田大、第二文に通うようになって、ブログの内容が激変したわね。文章に考察が加わって、まとまった深い内容に変わったわ。文学部を卒業して、すぐに社会人入試で整形学部に入ったけど、やはりある程度の年になってからも勉強するって良いことだと思ったわ。 松田聖子さんも、この前中央大の通信を卒業されたり、そういう勉強した成果はいつでも人間を成長させる力になるんだと思う。